はい、皆さんこんばんは。大人の優しい図画工作の時間がやってきました。今日はね、生放送でご覧の皆様には2月4日ということで、来週再来週の月曜日がバレンタインデーになるんですよね。でそれに合わせて今日は図画工作をやってみたいと思います。で何をするかと言いますとね、ちょっと一手間を加えることでカードというのかな、チョコと一緒に添えるカードを、オリジナリティあふれるおしゃれなもん、しかも簡単にできるっていうのを今日はご紹介したいと思います。でも早速ね、テーブルの方に移りたいと思います。カメラさんお願いします。 OK でしょうか。今日はね、100均でいろいろ物色してきました。まずねクラフトの封筒ですね。茶封筒ってよく呼ばれているこういう何の変哲もない封筒です。普通のはい、はがきが入るぐらいの大きさなのかな。これが一つ。それからねケーキとかそういうとこにのコーナーで売ってたんやけども、レースの紙ですね、これ。よいしょ。はい、こんな、これね10枚入ってるんでね、こういうペラペラの紙を使います。これとこれ、それから、色画用紙、これも100均で売ってます。もうちょっと使ってるけど、こういろいろカラフルな色がある色画用紙使います。あと用意していただきたいのはこういうピッチ洗濯バサミですよね。これもちょっと小物として使いたいなと思って、これも100均で買いました。それから、これは100均じゃないやけども、これはね、なんていうんですか、これこういう薄っぺらい紙テープなんですよ。これ今スーパーなんかで結構売ってますね。はい、こういうのを今日使うのと、あ、もう一つクレヨン使います。まあ別にクレヨンじゃなくてもいいです。何か、サインペンでも何でも書くものがあれば OK です。では早速作ってみたいと思います。まずねどんなもの作るかというのは、まあ見ていただいておいおい形が見えてくると思うんですけども、この封筒をまず用意していただいて、これをね大胆にカットしてほしいんですけども、切る線入れましょうか。そうですね、このね実はこれをこのレースの紙をうまいことあしらいたいと思いますので、これが生きるように、こんな感じでカットしようかな。そんなにきっちりしなくてもいいんで、だいたいこう今線見えるかな、これこんな丸い形です。切りますね。これねカッターで切ってもいいですし、ハサミでもいいですし、カッターの方がひょっとしたら綺麗に切れるかもしれませんね。もうスパッて切っちゃいました。するとこんなこういう形の袋ができましたね。はい、これはこれで置いておきます。で今度はこのペラペラの紙をねの上に実際置いてみます。このレースが出るような感じってわかるかな。このクラフトの封筒からレースが出る感じで、どこを出したらいいかな、どこも一緒なのかな。これをまたカットするんですけども、中に入りますので、あんまり気にしなくていいか。サッシを当てて、まずここをまっすぐに落とします。これでまっすぐ切れましたよね。で、これがこういう感じで中へ入ります。今度はこの下をカットします。当てておいて、サッシを持ってきてから外す。で、ピッて切っちゃう。これでこの中に入れる紙は切れました。続きまして今度はねこの色画用紙を使います。もう何色でもいいです。好きな色を選びましょう。せっかくだから一番上の情熱的な赤というのを使ってみましょうか。実はねこれメッセージカードになるんです。でこの封筒の中に入るんですけど、もちろん大きいからカットしますね。ちょうどの大きさで切っちゃうと封筒の中に入りづらくなりますので、こう合わせてちょっとずらしてください。1ミリぐらいこんな風にずらした感じ、2ミリぐらいずれてるんかな、分かりますかね、ずれてますよね。でこれのままこっちひっくり返してやって、サッシを当ててカットします。なんかえらく歪んでる。もう一度ちょっと合わせ直しましょう。こうですよね。3ミリぐらいずらしてもらおうかな。このぐらい、このぐらいずらしました。でこっちに戻して
で今度カットするときはこの封筒とこの紙のちょうど、ま、あの境目で大丈夫です。封筒切っちゃわないように気をつけてくださいね。で切ってください。はい、これでですね、今もう一度裏を見てみましょう。するとちょうどこんな感じで十分余裕ありますね、入ります。それからここの上の部分ね、まあこれも本当に好みなんだけども、ちょっと大きく私は感じますので少しカットしちゃいましょう。 あまりこの辺は気にしないでね、こういう方法もあるということで今日は見てください。はい、こんな風になりました。これがメッセージカードの部分になります。さてここからねどうなるかと言いますとですね、先ほど切った紙の破片かけら、これ切っちゃいましたね。これをこれにね一番伝えたいメッセージを書きましょう。一応これねあれですよ、本気のバレンタイン用のカードということでギリじゃございません。こんな風に今細長く切りました。でね今回ねクラフトを使ってます。クラフトの紙でこういうマットな紙も使ってるんで、全体のトーンとしてあまり目立た派手にならないようにナチュラルなイメージしたいと思いますので、こういうメッセージのカードも綺麗に切っちゃうんじゃなくてあえて指で切ってみましょう。破ってみるのかな、こんな感じ。反対側も切ります。こういうふうにね、わかるかな、ちょっとこうギザギザってなった感じ。これをですねこのマスキングテープという名前で売ってたのが、こういう紙のテープを使って、これもハサミで切らずに手で切ります。ペタってここへ留めちゃいます。どうですか、こういう感じになりますね。でここにメッセージを書くんですけども、ナチュラルなイメージを今回出したいので私は今回クレヨンを使ってみたいと思います。これね、なんで書くかですよね。告白する方もおれば、長いことお付き合いされててプレゼントする方もおるし、人それぞれだと思うんですけども、私ちょっともうベタにこんなことまず書くことないんですけど、一番今恥ずかしい思いをしながら書いておりますが、こんなことを書いちゃいましょう。初めてですよこんなこと書いたのね。大好きと書きました。でね、先ほどのこの封筒の中に入れるとここの部分隠れるんですよ。実はわかりますね、こんな風に隠れます。だからその前に切ったこのレースの部分っていうのは、まあこれは飾りですね、この上にかぶるんですけども、抜くときこれが一緒に抜けると困ります、この紙がね。ですのでこれは封筒の中に固定してやりたいと思います。ここの中にね。じゃあどうして固定しましょうということなんですけども、両面テープ使いましょう。もうどこにでも売っている両面テープです。そんな強くなくて、もう紙用の両面テープで十分です。よいしょ、これで時間はまだ大丈夫だね。一箇所止まってればね十分なので、どこかどこでもいいです。ペタッと貼ってやる。で剥離を剥がして、よいしょ、はい、これでちゃんとついてますね。で封筒を開いてやって、この時ねきっちり奥まで入れてやらないと意味がないので、両面テープがくっつかないように中に入れてやって、ピタッ、はい、これで入りましたね。でここの隙間にですね、この隙間ですね、ここに今のカードを入れます。意外とねこれ入れづらいんですよね。あらら入ったね、はい、これで入りました。これで今こういうものができました。さて空いたところに何か書きましょうか。まずね、相手の名前であったり自分の名前であったり、例えばここに愛しい彼の名前をね、例えばですね、ディア・ヒデとかね。ね、ヒデさんいますか、そこに。で自分の名前をここに。誰から送ってほしいですか、ヒデさん。今ね、私からヒデさんチョコ欲しいそうなんで、
すいませんね、僕手震えました今。はい、まあまあ、あの今私の名前と今ディアヒデって書きました。でね、あのこの隠れたところにもっといろんな言葉入れてやってもそれはすごく楽しいと思います。でこの状態でね、先ほどのこのピンチですよね、洗濯バサミ、こういうのでアクセントとして留めて、チョコレートに留めてやってもいいし、例えばここにねこういう麻紐を用意しました。もうとにかく今日はナチュラルでいきたいと思います。この麻紐を、あのね、くるくる回ってる麻紐は一回水につけてね乾かしてやるとまっすぐ伸びますんで、これちょっとね新しいので中心の方はすぐ丸くなっちゃうんですけども、裏返してやって、またこれをテープを、よくねあのケーキとかお菓子のパッケージなんかでやってるのかな、見えますかね、ここ裏ピッて止めます。はい、止めて前へ持ってきてここで結んでやる。リボンでもいいですよね。そこはもういろいろ可愛いものがいっぱいあると思いますので、よいしょ、こんな感じでチョコレートに添えるメッセージカードができました。いかがだったでしょうか。わずかね10分ほどですね、できますので、で全部100均で揃えられます。ただねこのマスキングテープ、これがね、地元のスーパーで2個入りでね300円ぐらいで売ってたんかな、こういうのありますので、別にこのマスキングテープじゃなくても何か他の代用品でもいいと思いますので、それは皆さんオリジナルのものを考えていただきたいと思います。でね、ちょっと私ここでこれは真似しろとは言わないんですけども、アクセントここ入れちゃおうかな。この赤とねクラフトの青色で、あえてどうしましょう、黒い色にしちゃおうかな。これねそのうちこの番組でもやってみたいなと思ってるんですけども、黒い紙今あります、これ半分に折っちゃいます。半分に折って切るんですよ、慣れのもんなんですけどもね、ちょっと見ていてください。よいしょ。これ私小学校の頃からやってますんで、もうね目つむっても切れるぐらい慣れてますんですけども、よいしょ。手に持って失敗しそう。はい。何を作ったかと言いますと。はい、蝶々を切りました。こういうのをねまたここにあしらってやるとかするとなんか側に見えちゃうかな、ね、こんな感じで楽しむこともできると思います。はい、そろそろ時間ですね。まあ、今日はこんな感じなんですけども、いかがだったでしょうか。まあね、これはあくまでも一例なんで、実際にね100均とか、まあそういう安いとこ行ったら、ね、いろんなもんあります。で、あ、カメラ変わりましょう。はい、今日作ったのはこういうもんだったんですけども、文房具置いてるところ、もしくはそのそれこそねさっきのこのレースの紙ですよね、これなんかはケーキ作ってるところに売ってました。だからどんな風に使ってやるかなんですよね、いろんな工夫があると思うんです。それはね皆さんも好きな人のことを思いながら、あんなでしょうこんなでしょうって楽しんでもらえたらなと思います。今日作ったのはあくまでも一例で、全く同じものじゃなくてもいいと思うんですよ。でもこれも一つの工夫だと思いますので、ひと手間加えて愛情を込めて楽しいバレンタインデーにしてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。また来週、来週は絵描きましょうかね、またね。はい、よろしいですか。ではまた来週です。